ことあるはず。ココリコ坂。あー見た。ああーこれか。これですね。理解。見たことある。ずいぶん前に。それこそ金曜ロードショーで見た気がするんだけど、いつだろう。庄一さんありがとうございます。ヒューガヒャンさんありがとう。メールの写真がサウナ帰りみたいだった。本当普通にレッスン帰りだったよ。サウナはね、そんなガチなやつは行ったことないの。でも行ってみたい。カズさんありがとうございます。いっぱい。ジンライさんもありがとう。イコさんバーンバーンじゃないか。わからん。水鉄砲ってなんて言うんやろ。ありがとうございます。翔一さん、クマありがとう。ありがとう。クマありがとう。ジブリで見たことないやつ。サウナハットっぽかったのか。サウナ好き。ピュー、ピューン、ピューン、ピューン。水鉄砲はあんまでも確かに、確かにそうか。そうよ、ショールームのフィルターこれちょっと変えとんよ。気づいた？でも気づかれんぐらい、あの自然な、なんかフィルターにも、フィルターの色もうこういっぱい、なんて言うんだろう、強弱強さつけれるから、もう本当にちょこっとだけつけてる。私が前回の配信で気に入ったやつにしとるんよ。これピーチだったっけ。ピーチですよこれ。そん本当にね、変わらないレベルだと思うよ。消してみよっか。消したらこれわかる。違いわかる。つけるね。つけたらこれ。気持ちほら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 見て、今めっちゃ戻したり変えたりしてる。気持ちって感じ。最大限までやったらほらこうなる。でこれを気持ち入れてる。気持ちピーチ。しばらくこれでいこう。ライトさん、カズさん、カムカムさん、ありがとうございます。気づかんかった。白黒。それちょっと迷ったけどね、白黒で始めるから。え、分からんの？そう、気持ちピーチやらせてもらいます。今後何が変わってるんだろう。なんかちょっと黄身がなくなる、赤身に変わる気がするな。肌の黄色い感じがなくなる気がする。そういうやつじゃない？ほら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 、青みっぽくなるのかな。をちょこっと入れた。ゆずきちさんありがとうございます。つなさんありがとう。サメパンダモーターありがとうございます。つな
たまやさん、ありがとうございます。たけさんもありがとう。イエベプルベ問題ね。お仕事戻るねって、頑張って、お疲れ様です。イエベなのかブルベなのか、でも肌の色的にはイエベな気がするな、私分からん。そう、今日はね、おばあちゃんからスモモなどが送られてきて、ルンルンです。ルンルンだぜ。そう、ありがたい。一個食べた。なんか甘かった。前食べた時よりすごい甘く感じた。なんでだろう。そう、プラム、スモモ、ネクタリン。待って、ネクタリンも効くな。ネクタリンはなんだっけ。そう、お届け物、お届けくださいました。嬉しい。明日またメールで自慢しよう。カズサさん、ありがとうございます。ありがとう。あ、熟してたのかな。そう、今のところ2回連続プラムを自分ではなくいただいてるから、買ってもらってるから。うまい具合にいただけてる。熟してたのかな、そういうことかな。そう、妹キャラと孫キャラでやらせてもらっております。よろしくお願いします。次はおじさまかな、おじさまからかなって。めいっこキャラもちょっとでは使おうかな。いや自分で買いなさいって、自分で買いなさいって話したね。なんかリンゴとかもね、トマトとかも送ってくれて、一緒に。今冷蔵庫が充実してる。基本あまり物がない冷蔵庫なんですけど、
そうね、キャラ作るのはいっぱい作りすぎて後で後悔しそうだね。慎重に作らなきゃ後で後悔する羽目になりそう。確かに、月曜日がお話し会じゃないですか。浴衣でお話し会なんですけど、その何時間目だったかな、なんかあの深夜3時頃のまで配信した経路ナイト日本で、年越しというか、あの誕生日の年越し配信の時に、そうちょっと深夜テンションで変なセールスをしちゃって、ちょっと今それ後悔してるもんそうさ、この30分限定枠で、そう今経路ナイト日本を見たと言ってご購入くださった方には特典があったんですけど、何してくれるんだっけって、もう忘れながら何にもないかな。何時間目だったかな、なんか2時間とかだったかな、3時間目と何時間目、ちょっと後でチェックしとこう。その時注文いただけた、できた時間が確か3時間とかじゃなかったっけ。あ、6と7が売り切れてた。多分1時間目か2時間目。2時間目が6と7以外だ、6と7が売り切れてたんならそれ以外かっていうことですらしいですのであ、1時間目がまず先に完売してたはず待って分からん、正解が分からん正解がじゃあ誰もわからないということは、もうなんか正解がわからないということは6も入れてけろって、それはダメよその時の30分の限定だったからね、もう誰にもわからなくなってるって、これはしらばっくれれるんじゃないかあ、この時間じゃないですよって、この時間違いました、この時間売り切れてましたとか最低あ、いけそうだないや、いけそう、いけそうちょっと確かめとこう。こっちも眠くてよく覚えてないあ、でもちょっと今一つちょっと回避方法をちょっと見出した気がした。あれ、この時間って、この時間違ったはずなんですけどフ
いや、やめてやめて、冗談ですよ、冗談よ。詐欺かりん詐欺かりんはちょっと良くないね。冗談です。今日さ、今日私朝目が覚めたらなんかすごい今日寝覚めが悪くて変な夢見ちゃって、もう早朝目が覚めたんですけど、セミが鳴いてた。セミが鳴いてたよ。聞いた？え、分からん。でもなんか私もちょっと朦朧としてたから、寝起きで、え、これ幻聴かなとか半分思って、でもそう感動したの。あ、待って、セミのなんかセミじゃんこの声って。うん、そっか、でも今年初聞いた、感動した。そう、初めてね、夏、あ、もう夏だなって思った。その時のセミです。お疲れ様です。明日の朝もよろしくお願いします。窓ちょこっと開けて寝るね。せっか長男さん、ありがとうございます。あ、でもよかった、あ、今日初めて聞きました、一緒やん、よかった。じゃあ私の幻聴ではなかったっぽいね。夏だな、え、梅雨明けたのかな、どうなんやろ。夏だな。フチさんめっちゃ可愛い、ありがとうございます、ありがとう。ユニクは今日は下手くそだけど、ありがとうございます。今日は夢見が悪かったです、本当にね。嫌な夢すぎて夜中に2回ほど目が覚めたんですけど、一回起きて、あ、夢だ、よかった、でまた寝たらまた夢の続きで、きつかった。けんちゃんありがとう、涼しい涼しい。え、たまにない？私それだったよ今日。でまた目が覚めて、また寝たらまた夢の続きだったの。継続する夢、いい夢の時はさ全然夢の続きに戻れないのにさ、悪い時に限ってあるよね。怖かったですね、すごい泣いてくれてる。ありがとう、優しいね。続き見たことない？え、そう、追われる夢だったよ、追われる夢。なんか私は何もやってないのに私は何もやってないのにすごい追われてて、いや本当に何もやってなかったんですけど、なんか急に私が何かをやった人みたいな感じで周りから追われだして、でなんか友達とか家族とかその信用してた人たちにもなんか私をさかくまったら、初めの方はなんかちょっと助けてくれてたんですけど、なんかかくまったらね、そのいろいろすごいなんかちょっと怖い世界だったので、
すごいなんか、多くは語りませんけど、もう現実だったら私は耐えれない夢でした。本当になんか結構私さ、悪い夢ってなんて言うんだろう、なんか実際に痛い夢だったり、なんか怖いものが出てきたりとか、そういう系の悪夢割と多かったけど、なんかもう精神的に来た精神的に私来た発想豊かってそう、夢ってでもそうだよね、自分の内側で起こってる話だからね。本当にね、私起きた瞬間なんかもう呼吸が荒くなってた呼吸がもうってなってそう、自分自身でなんか苦しめられてましたね。そんな時もありますね。そう、それで朦朧と起きたらなんかセミが鳴いてたから、え、これすごいセミ鳴いてるって感動したけど、え、待って、これ幻聴、これ本当に鳴いてるってなってたけど本当だった人間不信になったって、いや現実で起きたらなるけど夢なのでね、なってない。逆にあれだよ、現実を大切にしようと思いました。今の周りにいてくれる方々のことを大切にしようと思いました。え、夢占いとかしたらどうなるんやろうね。追われる夢、学生の時よく見とった。え、でも私もそうかも。うん、ちょっと前、2年前とかすごい追われる夢いっぱい見てた気がする。なんかそういう時あるよね。カレーさん、涼しい、ありがとうございます、ありがとうございます。涼しいドラマの脚本書けるんじゃないの私の夢、原作私の夢。もちきゅうさん、ありがとうございます。ペンギン、ありがとう。私の夢でも映像化したら面白そうだって。でもあれよ、救いのない夢になるよでも割と好きだな割と好きかも。ちょっと後味の悪い映画になっちゃうので、ちょっとでも人を選ぶ映画になるかもしれませんね。裏切られる夢は不安な気持ちや自信のなさが現れだって。まあ心当たりがあるようなないような。もやもやして終わるやつ。
今日はゼリーの日やけどさやかりの好きなゼリーは何ってゼリーの日なんだ。毎日毎日何かの日がね。好きなゼリー、好きなゼリー、なんだろう。ナタデココな世界。みんなの好きなゼリーは何ですか。ナタデココが入ってたら何でも好き。何なんだろうあれ。なんかさ、全部の種類が入ったさゼリーあるじゃん、ミックスゼリーみたいなやつ。それに入ってるさ、あれビワなのかな。ビワ入ってる？そう、ミックスフルーツ。みたいなのが入ってて、そのビワみたいな中身、種が抜かれてて、その種がいた場所の中身にゼリーみたいのが入ってて、それが好き。伝わるかな？伝わるかな？なんかその果物の中に入り込んだゼリーが好き。言いたいことわかる？わかる？多分、わかる？多分、どうだろう。ちょっとマニアックな話をしているかもしれない。それが好き。わかるような、わからないようなって。美味しくない？あ、果物だけかと思ったら、ゼリーも中に入ってるみたいな。ヤンズ？あ、ピュアが入ってるのある？じゃあ、それだ、それだ。それが好き。コーヒーゼリー人気多いね。コーヒーゼリー美味しいよね。あ、コーヒーゼリー大人気やん。昆虫ゼリー食べたことある人いそう。小学生の男の子とか、なんかちょっと食べたりしないのかな。偏見かな。食べないかな、さすがに。あ、ヨーグルト味っぽいナタデココの入ったゼリー好きよ。最高、いいね。あ、ごめん、偏見だった。え、嘘。なんか昆虫ゼリー食べたことあるみたいな話を小学生ぐらいの時なんかナイスとか言ってなかったっけ。私の周りだけだったのかな。偏見かな。どんな味するんやろ。え、誰だったかな、誰か、なんか聞いたことある気がする。それは猫の餌か。あ、そっかな。お疲れさん、ありがとうございます。星、ありがとう。どんな味するんやろ。あ、そうなんだ。
お腹壊しちゃうんだね。普通に美味しそうに見えるけど、なんか私小学生ぐらいの時カブトムシお家にいたので昆虫ゼリーは馴染みがあります。食べなかったよ。そう、育ててたんだけど、なぜ家にいたのかは謎。なんで家にいたんだろう。どうしてうちの家にあのカブトムシはいたんだろう。しかも1匹や2匹じゃなくていっぱいいた。私もお姉ちゃんも虫苦手なのに不思議どこからやってきたのかはもう覚えてないけどいましたね。ちょっと今度聞いとこう。いやそんな全然ブリーダーとかではなかったですよ。カブトムシの幼虫は触れなかったね。あ、今でも無理かも今でもちょっと想像したら無理かもしれん。眺めてるだけだった。小さい頃ってさ、なんか今ではそんな触れないけど全然平気に他の虫とかは触ってたけど、カブトムシの幼虫は触れなかったね当時から。ダンゴムシは触ってた。めちゃめちゃ触ってた。休み時間になったらダンゴムシって言って行って手にいっぱい乗せてたね。ジバッタとかも、あ、バッタだバッタだって言って追いかけてましたけど、うん、アリとかも好きだったね。ダンゴムシってさ、触ったら丸くなるやつとさ、触っても丸くならんやつがおるよね。そう、多分ダンゴムシじゃないんですよその丸くならないのは、ね、なんでから虫の話したらやろ。なんで今虫の話ちょっとやめようやめようね。今はね多分触れません。今はダンゴムシも触れません。
わらじ虫、フランチ虫も触れない。え、なんで今虫の話になってるんだろうやめよ、やめよ、こんなにダメよ。今虫の話したら虫が夢に出てくるから、次は私虫にうなされる夢見ちゃうから、ちょっともっと平和な、平和な世界を考えようあ、ゼリーの話かごめんなさい、まさかゼリー、今日がゼリーの日だということから昆虫ゼリーの話になり、カブトムシの話になり、ダンゴムシの話になり、やめましょう遠いね、会話ってどこに行くかわからないんだね。そう、ちょっとハッピーな話、ハッピーな話なんかないかな。あ、そうだ、あの密会、そう密会、密会密会してきました。そう、沖さんとでした。沖さんとね、ご飯行きたいねって、行きましょうって話してて、やっと実現することができて楽しかった、楽しかったよずるい、今日じゃないね、3日前とか。いろいろな、いろいろ話した。お仕事関連のことも話したち、話したちって言っちゃった、話したし、プライベートのことも話したし、アニメの話とかアイドルの話とかしましたよ、しましたよ。ゆういちさんいいねって、ありがとう。そう、おきさんね、すごい褒めてくださるんですよ、私のことを。顔を褒めてくださるんですけど、ちょっとそれについてもそれについても言ってきたすごいすごい、ずっと言ってくださってありがたいんですけど、そんなそんなことはないです、そんなことはないですすごい嬉しい。でもそう、沖さんにそう言っていただける、すごい、多分沖さんにハマってもらえてすごい嬉しいです、嬉しいな、恐れ多い。もちきゅうさんありがとうございます、ありがとう。ゆういちさんもありがとう。ちゃん、ありがとうございます。また1ヶ月に1回ぐらいご飯行きましょうっていう話してまたね、行けたらいいなと思います。
私人生で初めてウニほうれんを食べた。食べたことありますか？あるの？ない？お、ない。あります。ない、ない、ないです。私も聞いたことはあったんですけど、初耳？あの、千穂さんがよく好きって言ってるので、それで聞いたことはあったんですけど、食べたことはなくて。そう。そうなんよね。広島のものらしいんですけど、初めて食べて、いや、ハマりましたね。ハマりました。美味しかった。私ウニ自体がこれまで全然食べた、なんか食わず嫌いしててあんまり食べたことなくて、だから来た時は私これ食べれるかなってちょっと思ったんですけど、どうなんだろうって、ちょっとあんま食べれないかもなって思いながら食べてみたら本当に美味しかったちょっとこの感動をちょっと伝えたい。本当に美味しかった。ちょっとこれまで食べてなかったのをちょっと後悔するぐらい美味しかったので、ぜひ皆さん広島に来た際ぜひ。世界が広がった。え、私そもそもウニをちゃんと食べたのが初めてだったかもしれん。ウニってあんな、なんかコクがあるんだね知らなかった。7月19日に行きます。待ってます。7月19日はシャートリコの公演もあるのでお待ちしてます。チャートリの公演もあるのでって、チャートリの公演に来てくれるんだよね。チャートリと四国、元気ですか？元気です。
上げたらさ、服がシワになってさ、私ボーダーの今 T シャツ着てたっけって思ってあ、なの、上げた時にできるシワでしたいや私、ボーダーの T シャツ今着てたっけって思った。全然違いました。なんでもないです。今日は平和な夢を見たい。鳥取公園行ったらいっぱいレスするってレスしてくれるの楽しみ楽しみだ。もう逃げる夢は見たくないな。ズキティさんありがとうございます。ありがとう。そう、逃げる夢なら追いかける夢がいいよね。追いかける夢って私見たことないかも。あるかな。なんか優雅ひょんさんありがとうございます。ありがとう。金曜日の夜か。明日はゆっくりできる方も多いのかな。そっか、3連休か。3連休か。ちょっと何がとは言わないんですけど、私ちょっと楽しみなことがあって楽しみなんですよね。ちょっとまたお知らせしますけどまたお知らせしますけどね。楽しみだな。いうことがあるんですよ密会じゃない、密会じゃないよ。3連休の締めはじゃあお話し会でよろしくお願いします。髪の毛切るの。だって髪の毛は切らないけど、何見たんだったかな、昨日かなんか何か見て、あ、切りたいって思ったけどまだ切らん。ちょっと今はね、伸ばす気。 STU のコラボカフェも行きたい、行きたいなって思ってる。スイパラも行きたいな。
でも何を食べようかなってちょっと迷ってる。全部食べちゃおう。それはそれは多分ねびっくりされちゃうな一人だけ大食いが始まっとる。広島って広島、機会があったらぜひ。いつまでなんだろうコラボカフェは。1ヶ月とかかな。今月20日で終わりなんだ。あ、じゃあもうすぐだね。期間中どこかでは行けたらいいなと思ってます。東京は31日までか。製菓飯店のチャーハンもメニューにありますかって。ちょっとね今回は残念ながらないので、また次機会があったら機会があったらね出させていただけるように頑張ります。ヤッホーヤッホー単独でやるってどういうこと何？そう、またいつか修行の成果は、その時はね、その時はまたきっと修行から帰ってきてくれると思うので、リンさんが、リンリンさんが。なんか今製薬班全然関係ないんだけど、謎にあのかマジックした時思い出して一人で今笑ってたあったんですよね。なんかスペシャルイベントのステージで、私が一人でステージ上でマジックをするというそれをちょっと今なんか何時だろう、なんか謎にすごい鮮明に思い出しちゃってごめん、一人で , 笑ってましたけどさやか原田さやかマジックショー伝説のあったんですよね懐かしいやいや、あれ本当に緊張してたな。あ、もうこんな時間だ。こんな時間ちょっと壇上を読ませていただきます。読ませていただきます。そう、本当はね鳩とか出したかったんだけどね、ちょっと都合により出せなくて。
13位、みさきちゃんありがとうございます。12位、 H パパさんありがとうございます。11位、ヒューガヒョンさんありがとうございます。10位、ゆずきちさんありがとうございます。9位、カズさん、さやかに倒しありがとうございます。8位、もちきゅうさんありがとうございます。7位、いっこうさんありがとうございます。6位、みっちゃんありがとうございます。5位、つなさんありがとうございます。4位、おつかれさんありがとうございます。3位、末子長男さんありがとうございます。2位、かずささんありがとうございます。そして1位、しょういちさんありがとうございました。パチ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 。そして明日さやきちの方はスライトさんです。おめでとうございます。パチパチパチ。テロップを書く時間はありそうですね。ありそうだな。過去なんだと思う？テロップみんな予想して。多分ね、誰も当たらん。誰も当たらんよ。からそれで当たってたらどうしよう。あれ、ちょっとピーチちょっとピーチフィルターでしたこれの話してる時からがこれにしようってちょっと思ってたみんなの予想を眺めよう。あ、30分限定カブトムシ、平和な夢が、あ、ボーダーね。確かにわらじ虫は丸まらない昆虫ゼリー。あ、青色大好きさん、ペンギンありがとう。